こんにちは。こんにちは。はい、今日は赤松文人盆栽の作り方でですね、最近なんかちょっと人気が出てきたとか。あ、文人が。文人が赤松のね、はい、ということで、まあ、少しでも貢献できればいいんですけど、今はね、多分こういうさーっという優しい流れで、ね、作ってるんだと思うんですけど、まあ、これのね、幹の流れも面白いですし、頭はちょっとこう振ってね、できるのかなと思うんですけど、まあ、背が全体的に大きいのと、作れば、まあ、これとこれは取って、これを生かしてですね、で、ここを裏枝にして、こう裏枝にして、こいつがストーンと落ちてくる。で、これがカンヌキだから取っちゃうんですね。まあ、そんな作りになるかなと思うんですけど、ちょっとまあ背がでかいっていうのと、ちょっとね、この裏枝があまり綺麗に出ないということがあって、こんな風に作ってみたいなと。立てて。立ててですね。うん、まあ、この辺の多分幹の面白さが出るんだと思うんですね。で、こうした時に一つは一番やっぱり嫌なのがこれなんですよね。これまっすぐが、こっち側がこう曲がってきて、本来こっちへこう少しカーブしてっていいんですけど、そのまままっすぐになっちゃってて、で、まあ、背が高いということがあるんで、これをですね、思い切って取っちゃって背が頭にならないかなと。ちょっと冬もうね、12月なんで、だいぶ赤松折れやすいんで、ここは注意しながらやんなきゃいけないんですけど、これそうするとね、これがね、唯一の差し枝になるんで、これがどんだかグーッと下げられるか、で、これを頭でグーッと前に触れるかどうか、で、これが裏枝になって、あとね、食いつきってあるんですけど、文人盆栽の中でも、まあ、本来あの古いくなればなるほど下枝っていうのは枯れてって、あの上の枝だけになるんですけど、まあ、ここはやっぱりちょっと盆栽のね、矛盾するところもあって、まあ、美の創造というか美しさを追求する上では、こういう食いつきっていうのがあった方がちょこんとあるのが、まあ、非常にいいんで、まあ、この辺ちょっと皆さん見ていただいてですね、この辺の食いつきの面白さみたいのもちょっと実感して味わっていただければと。で、そんな、こっちはどうなんですか。これでもね、これもあり得るんですけど、ね、ちょっと太いんですね、食いつきはちょっと、ここはね、形はね、これ食いつきにしようとして、あの針金かけて癖だけつけてあるんですけど、ちょっとこれだと太いし、食いつきはね、やっぱりちょこんと食いつきっていうだけには、この幹に、くっつけると、ちょこんと本当に寄せて、ちっちゃく、できるだけちっちゃいものをちょこんと作って主張しちゃいけないと。で、あくまでも生きるのはこれですからね、こいつが効いてるねっていう生かし方をするためにちっちゃく作って、で、あと無駄なものを省いていくと。なるほど。いうことになるんで、ちょっとまだ古っ端とですね、これが茶色い葉っぱが一昨年葉ですね、これを取って、それからこういう間から出ているのが去年の葉っぱ、一昨年と去年の葉っぱをちょっとまずきれいにしていきたいと思います。あ、まず抜いちゃいますか。じゃあ抜いちゃいますか。抜いちゃいますか。抜くの先にやりましょう。無駄にやってもしょうがないんで、いいですかね。理解されましたかね。抜いちゃいますけど。文人って古くて、はい、ひょろっとしていて、そうですね、必要な枝だけしかない。そうですね、細くて古くてですよね。で、あとはね、よく我々言われるのが、あの幹に近づけろって言われるんですね。だからあんまりこう離れちゃってるとダメなんで、幹にこういうのはビタッとくっつける。だ、先ほど言った食いつきもビタッとくっつけると。繰り返しますけど、折れることを注意しながら幹に寄せていくということですね。必要な枝っていうのは、差し枝、裏枝、頭。そうですね、頭がこれで作って、これが差し枝と裏枝、はい、裏枝、はい、っていう感じ、ね、基本はこの3つですね。で、プラスで食いつきをつけるっていうものが、はいはい、ちょっとこれの、あの良さっていうのをちょっと見ていただければと。食いつき動画で。食いつき動画ですね。食いついてください。食いついてみてください。はい。はい、少し残しますね。あの、天神とかはあんまり必要ないんで、取っちゃいます。はい、あとこの辺もね、ごちゃごちゃっと、陣であっても完璧になってるのもおかしいんで、これは、これと、あとは下ですよね。ちょっともったいないみたいようですけど、上からいきますね。ここもいきます。ドン、はい、いやー切っちゃいました。さっぱり。はい、さっぱり。じゃあ、あとはフルーパーをですね、取っていって、一回ちょっと、もうちょっとさっぱりしたいと思います、はい、こういうのはもうどんどん取っていっちゃいます、うん、はい、これも、あのここに2つありますんで、こういうのは取っちゃいますね。これ去年の葉っぱだけ取って、これがそうですね、これが去年の葉っぱですね。ちなみに葉抜きとかもあるじゃないですか。あ、そうですね、とりあえず今日はあの葉抜きまではしないで、はい、と残しておきます。去年の葉っぱまで葉抜きは、最後にちょっと、整理するぐらいで少し抜くぐらいでしておきます、うん、はい、これも真ん中取りますね。芽を一応確認して大丈夫だねって。2目に。そうですね、
で真ん中取っちゃうとですね、どんどん抜いていっちゃいます。まあ慌てる必要ないんですけどね、なんか慌てちゃいますねこれも 下向いてるんで、はい、こういうのは分かりやすいと思うんですね、去年の葉っぱはね。はい、こういう枝分かれのところの、はい、これもね、こういうふうにねじれば横になりますんで、はい、はい、まあこれきれいなんですね、きれいにできてるんで取っときたい、うん、こっちの枝がここの枝分かれにすごく近いんですね。まず一番下はこれですね、これはまず取ります、はい、下から出てるんで、うん、はい、これを抜くかどうか取るかどうかっていうのはあるんですけど、それはここの距離が短いところに、あまりにも短いところにあるんで、うん、ごつくなりそうなんですけど、まあ食いつきといってもちょっと3つで寂しいかなっていうのもあるんで、とりあえずつけておいて抜くの後に抜けるんで、ただ抜く候補であるっていうのはこれですね、はい、はい、毎回思うんですけど、やっぱり時間測りたいですね、今度ね、これぐらいの、うん、時間で作業したんですよっていう、要は簡単にできるんですよっていう。今12分です。そう、あ、そっか、あ、そうかなるほど、じゃあトータル30分で終わるかどうか30分でじゃあノーカットでいきますか。ノーカットでいきますか。あ、芽がちょっといっぱいあるんで、これはまずこれ、はい、はい、これはもうちょっと小さすぎるんで、これまず取りますね。あとこっちを取りましょう、小さいか、ちょっと3つ目があるんですね。そうですね、うん、目がちょっと小さいんで取ると、これを取ります。はい、以上ですかね。じゃああとはそうですね、今年のやつの葉っぱを少し抜きますね、抜かないって言ったんですけど、はい、葉抜きですね。葉抜きですね。すかし、葉すかしっていうんですかね、葉抜きでもどっちでもいいですか。いいですね。上の方は強いんで、こういうとこですね、上の方は少し減らしていって、葉っぱの栄養を、うん、そうですね、バランス、バランス、枝とあとこの芽にかかる力ですよね、はい、これ来年が葉っぱが多いと芽がずっと伸びるんで、それを抑える意味で減らすと、エネルギーの分散っていうんですかね、分散、均一化ですかね。よし、じゃあこんなところで、そしたらまず針金は下の方からなんで、はい、これですね、はい、あれ、びっくりした、びっくりした、どうしたんですか。ちょっと変な、抜いちゃいけない枝抜いちゃったかと思ったんで今これ針金かけますね、はい、これ針金かけるんですけど、方向としてはこんな風にかけたい、なんでこっち向きですね、なんでこれを利用して遠回りをしてかけていくと。これ上になんないな、まあいいや、ちょっと上にかけなきゃいけないんで、はい、本当ね、こっち向けるんじゃなくてこっち向けたいんですけど、はい、これは上に針金入ってきて、こいつをグッと押さえたいんで、入ってきて、ねじりながら針金かけますね、はい、ここら辺から少しこうねじりながら針金をかけていきます、はい、こいつはぐーっと寄せてきますね、うん、最後はこっち向きますんで、これちょっとあれですね、縛りますね、ミシロックで、ここやっぱりちょっと浮いてるのがあんまり面白くないんで、うんうん、もっと寄せたいと、寄せたいですね、うん、印象力ってやつでこう縛りますね、はい、この辺で、はい、食いつきですね。じゃあこれを裏枝で、はい、そしたらここの裏枝とこれ、それとこれとこれとふうにかけていきますね、はい、じゃあちょっと巻いていきましょう。
でもここで針金かけ、いつも動画撮ってるじゃないですか。はいはい、他の人の針金見て、あ、針金かけちょっとあれだなって思う時ありますよね。海外の YouTube とか。そうですね、ありますよね。別にいいんですけど。いいんですよね。別に自由なんですけどね。そうですね。気になりますよね。はい、まああとよく言うんですけど、しつけなんでね、ここは別にクロスしちゃったりとか、こっち持ってった方がいいのにとかあるんですけど、まあそれは。でもやっぱり、なんかね。そうですね。ちょっと気になりはなりますよね。気にはなります。なりますよね。あれですね。最近見た中では。新藤さんが上手になりましたね。ものすごく、ものすごい上手になりましたね。が、うん、私が言いたいことをすごく言ってくれてるっていうか、なるほど、針金をね、背中に当てなさいよとか、うん、ねじりながら曲げるとかね。そうですね。あんだけの知識量で、腕も上がって。そうなんですよね。するとその静止のセンスですよね。針金かけるってね、結構みんなできるんですけど、そこから枝をどういうふうに枝配りというか、作っていくかっていうのは結構難しくて、それがちゃんとできているっていうのは、自分だったらこうするなっていう、もうその通りに、まあそれがね、正しいかどうかとはあるんですけど、非常に上手に作られてますね。僕も言われたいですね。ああ、そうですね。ちょっとやんないと。そうですね。あ、キューさん上手くなったねってね。昔はだから最初、弟子さんなんかは先輩のね、プロの方がかけた針金を外せって、外しながらその書き方を覚えるっていう、外して覚えるっていうやったみたいですよね。これがね、差し枝で一番効いてくる枝なんで、僕人の10倍針金かけてる様子を見てます。ああ、そうですね。そうですね。これがうまく落ちるかどうか、先ほど言った新藤さん言われるように、ねじりながら落としていくと、赤松の中でもこれまだ若い木なんで、この木はまだ若いから、曲がる、曲がる、曲げても折れない。赤松でも古くなってくると、そうっすね、パキッ。この裏枝と差し枝、そうなんですね。で、一番注意しなきゃいけないのが、正面から見たときにこれとこれがね、同じ位置ってやると面白くないですよ。なるほど。なんでこれをグッと下ろさないといけないんですけど、差し枝をやっぱり下にして、これをそれよりもちょっと上にしたいんで、まあ、これと枝と重なるはいいんですけどね、こことは重なりたくないんで、逆に少し上げてあげる、幹には寄せるんだけども少し上げてあげる。なるほど。はい、ですね。で、これとこれをかけましょうかね。これもこれとこれでかけますね。ちょこんちょこんと。まあ、前お話ししたように赤松とか黒松は目起こししなくても太陽に向かってこう上がっていくんですけど、一応まあちょっとよく見せる意味でもちょこんと目を起こします。はい、これはぐーっとねじってきますんで、はい、これ頭ですね。これがそうですね、大勝負ですね。この頭をこうねじりたいんですね。180度。まずここですね、こうぐっとねじりたい、うん、で、そうするとこの枝もできればこっち側に行きたいんですね。こっち側の枝一つもないんですよ。食いつきも差し枝もみんなこっち側なんで、なるほど、この枝をこっちに貸したいっていうのもあって、こうねじっていきたいと、はい、はい、あとちょいですね、もうちょいぐるっとねじります。まあちょっときついあっても面白いかもしれないですね、ここね。で、最後はこちらの流れなんで、やっぱり頭こっち向いてちゃいけないんで、全体にこういくような感じで、はい、はい、赤松の文人はなんか少し人気出てきたかなっていう反面、私が入手しようとするとあまり人気出ちゃっても
買いづらくなっちゃうんで悩ましいとこなんですけど、うん、赤松はまだ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 でしょうね、うん、やっぱ商品でいけなんかやっぱりね、うん、作りにくいっていうのがそうですねあると思うんで、そうですね、あでも今日あれですよ枝整理した良かったですよ赤松の本当ですか商品の、そこに最後に最後おまけで、ね、そうですねおまけで時はね、ちょっとここ引っ張りますね。んあのここをちょっと寄せたいっていう時は細い針金の22番ぐらいでいいと思うんですけど一番細いやつで差し枝を寄せる。そうですね差し枝を寄せる、はい、えちょっと痩せましたとか言ってあ違うかどうしたんですかどうしたんですか急に私ね2キロ痩せたのに、うん、先週食べ放題行ったら1キロ太っちゃってツイート見てるだけでも食べてますよ食べてますダイエットですかって言われちゃう結構枝抜きましたねなんかそうですねで一応真ん中で縛った方が縛りやすいんですけどあの少しでも目立たないようにするためにはこの辺で縛った方がなるほどこれですね針金かけてる状態も見せれるようにっていう、うん、あそうですね作るじゃないですかそう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 ですね面白いですよねそうですよね本当国風展なんかだと針金かけの美しさっていうか、うん、やっぱ見せる針金かけってなってんですよね国風展で針金かかったままのやつあるんですかありますあります、全然全然ありますね全然ありますねでも綺麗そうですね綺麗ですねだからごちゃごちゃっとね4本とか一枝にね、4本とかはかかってないですけど本数少ないですけど、綺麗にかかってますねちょっとこれ、どこまでいくかわかんないけどこのね、このやっぱり出っ張ってるのがちょっと気になるんですね、うん、ここ、この出っ張ってるのができるだけ下に落としたいんでいきますか、うん、そうしましょうこっちもね、ここで一応見る感じとこれ正面ですね、うん、正面ここ綺麗に撮りたいんですけどねちょっとまた後でさっぱりしましたねそうですねまあこれだけの数でねあのバランスいいと思いますなるほどね、こっちなくて寂しいようですけどここにちょこんとあるだけで中でこっちですからねで、先ほど言ったようにこの落ち枝があって、うん、それに対してやっぱりここ重ならないようにちょっと上げたんです逆にねなるほど、そうするとここがもう一番効いてる枝なんで、はあまあ、理想的にはもう少しここあの鋭角に落とせばいいんですけ ど, どちょっと本当はねちょっと自分あたりやろうかなと思ったのはここに鉄棒買って、はいはい、これ今ここで曲がっちゃってるんですけどこれ逆に伸ばしてですね一回、うんうん、鉄棒買ってそれをギューってやってそこからねガクンと折るんですよへそうするともっと鋭角に落ちますなるほどあの機会があったらちょっとそれまたやりますけどその鉄棒のない当て方もそれによってもだいぶ違ってくるんで機会があったらそれやりましょうどうですかね食いつきの感じがどうなんですかね、うん、白いところで見てみます行ってみましょうかこんな感じそうですねでここに極力食いつきは幹に近づけて、うんうんうん、まさしく食いつきでくっつけるとこういうところへんもちょっと厳しく回ってるんですけど全体見てバカがないっていう常にこう曲の連続でねこの辺も前言ってましたけど右行って左行ってまた左行くとか、うん、単なる右左右左じゃなくてここもそうですね左行って右行って右行ってますよねそういう連続がでこれもこっちも結構あの触れてるんですよね、うん、横から見てもこういう動きがあるし、まあ、正面見てもね、動きがあるんで、うん、あいいんじゃないですかね面白いですね面白いまあ無人でね30分以上かかりましたかね1時間弱1時間弱かはいまあでもね本当に荒木っていうか何でもしてない木からここまで行ったんで、うん、まあこんな感じで仕上がりました面白いこのねスターンがいいんですよね、うん、シェーダーっていうか落ちエダーっていうんですかねでも昼間さんのことだから、ええ、なんかゆくゆくはこの辺こうぐにゃってなるんですかいやまあこれはこれでいいと思います無人ではい、だから食いつきはやっぱりあれなんですよ先ほど言った自然の摂理と盆栽の美意識っていうところの駆け引きがあって例えば心拍のシャリって話ちょっと飛んじゃうんですけどシャリって陣とかっていうのは長いと若い
ですよ。まだ若いからジンって長いんだ、うん、で古くなればジンってもやがて枯れて、はい、例えば100年の木だったら長いジンがあるかもしれないけど500年の木だったらもう長いジンはないよ、うん、そうするとやっぱり爪ジンってこう短いジンが本当の古いジンなんですね。なるほど。だけどじゃあ心拍どうなのっていうとすごいシャリたジンってするじゃないですか、はいはいはい、そこはだからそのやっぱり人間の美の創造っていう美の創造っていうのがあるわけで、でこの食いつきも本来であれば年数経ってればこんな下なんかにないんだけども、上だけしかなくなる、日が当たらないんで枯れるんだけども、その中にあまあ何年か経って若い芽が出てきたよということで盆栽の美しさを見せるといったところが、その本来の自然の盆栽プラス、うん、創造の美っていうところがまあ、ここにあるわけですよね、はい、あの矛盾といえば矛盾かもしれないんですけど、やっぱりそこはあの盆栽の美しさを追求する上で大事な要素になってくる、うんうん、こういう食いつきみたいなのもありますよね。でも、まあ、実際の木でもそうですね、ちょこんと例えば梅の木なんかでもね、はいはいはい、あの街路樹で下の方からちょこっとこう出たりしますよね、ありますよね、ちょこちょこっと、でこういうのもちっちゃいからいいんですね、うん、これがゴツッとなってるとやっぱりおかしくて、なるほど、ようやくやっぱり生きてるわけですよ。それでも、うん、あまり日が当たらないところでちょこんとやって脇役ですよね、これね、うん、主役はやっぱりこれですよね、でこれが脇役になるわけですよね、はい、ということです。で今日は文人の作り方そうですね、食いつきと食いつきの、そうですね、皆さんどう思いますかっていう、はい、盆栽の価値としてはあった方がいいだよ、高いですね、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。1個これやればよかったな。岡松。ああ、そうか、これはもっと整理すればよかったな。これ赤松ですもんね。これ赤松なんですよね。これは本当にちっちゃい赤松で、こうなるとかっこいいな。これは古いですよね、こんだけの古い、すごいちっちゃいですよこれ。なかなか赤松でこういうのないです。そうですね、こっちでもいいんですよね、赤松っぽい幹。そうですね、この荒れた肌でね、ちょっともうだいぶ時間経っちゃってるんで、みんなこう枝が上がっちゃってますけど、少しこう伏せ込んでって棚をね、棚をこういう風に作っていくといいですし、こっちも面白いですよね、どっちも見れますよね。短いですね。これはもう何もしてないんで、だからもう植え替えもしてないから詰まっちゃってるんですよね。見切りはしたんですよね。見切りはそうですね、見切りしなきゃこんな短くないですよね。そうですね。でこれともう一個ちっちゃいやつが、はい、あれどこだっけな、これも赤、これもやりましたね、これも赤ですね、みんな赤ですよね、これも赤ですね、これはまあ、ちょっと大きいですけどね、まあ、こっち正面でいいかな、これで、まあ、こっちの方が今見やすいんですけど、ちょっとねここよりもこっちの方が面白いんですね、うん、でここら辺が枝が邪魔なんで、ちょっと正面変えてこっちで作ろうかなと思ってますけど、うん、これ見たいなですね。これも商品っちゃ商品ですよね。これとね、さっき見れて、どれだっけな。いや、あ、これか。あ、それ。これ。これですね。これは私が持ってる木で一番古いやつですけど、これも本当に商品ですよね。うん、まあただ商品なんでね、20センチ以下ではあるんだけども、じゃあこれが赤松なんで、あの商品盆栽の一番天に使えるかっていうと、やっぱり赤松なんで。ちょっと遠慮しちゃうっていうか、なんでやっぱりその商品盆栽飾りをやろうという人からするとちょっと赤だと物足んないかもしれないんで、真っ黒になっちゃうと、うん、使いにくいということですね。まあそういうことですね、飾るときそうですね、やっぱ全体の、リーダーですからね、それが、まあ、赤松でいいのかっていうところですけど、でもまあ赤松好きな人はなかなかこういう樹形ないんでね、これだけのね、かっこいいですね、商品も赤松も、と思いますんで、ぜひ矢島さんに作ってもらえます。そうですね、はい、今度矢島さん行きますんで行きましょう、行きましょう、ぜひお伺いしたいと、はい、ぜひ、はい、あでもその時はね、太い五葉松買うかもしれないです